どんな感じですか？こんな感じで。いや質問の感じ。他のチームで注目している。全然考えてなかったな。いや、ちょっと恥ずかしいです。大丈夫ですか？まあ、いつ打っても入りそうですし、もちろん入るんですけど、僕と同じ年なんですけど、まあ、若いのに日本代表に選ばれて、成長した選手のこう誰かって聞かれたら安藤選手、自分の中では安藤選手じゃないかなって思うぐらい。去年に関してはやっぱりチームの中でやっぱり自分がこうやらなきゃいけないんだというか、まあ、プレーで何かやるんだっていう風な感じがこう自分は外から見ててこう見受けられたので、まあ、個人的にもっともっとこう上のレベルにこうどんどん行ってほしいなっていう。2年前にユニバーシアードで一緒にプレーしたんですけど、その時と比べても全然成長しているので、まあ、これからもっとよく代表を経験して上手くなっていくんじゃないかなと思います。ディフェンスの部分で少しちょっと差を感じるなとは思いますし、攻撃の部分では、まあ、そんな別に劣ってるとは思ってやってないので負けてらんないなとはなりますね。でも対戦相手としてだったら抑えてチームとしても勝ちたいなっていうことの方がもちろん大きいんですけど、やっぱ僕が対戦相手じゃない時には一ファンとして単身的に応援してると思ってます。いや、ちょっとそれはちょっとね、やめてほしいですね。それちょっとファンとしては逆に変なプレッシャーを与えられるんで。白尾さん、つながりが、まあ、いや、もう全然ないです。正直全然ないです。ただのファンぐらい、はい、今年さらにブレイクしそうだなっていうのはずっと思ってたんで、もうちょっと一ファンとしてなんかこうすごい期待しちゃうなっていう感じです。はい。まあ、ポジションが一緒っていうこともあり、また島根県出身選手っていうこともあり、プライベートすごい可愛いんですけど、バスケットボールになると野心的というか。